すいません、教えていただきたいんですが、34箇所の24時間体制を47箇所にする際に、例えば1番、2番、3番ということで危険性の分類が、まあ、選定理由の分類がありまして、一番上の方で秋田焼山というものです。これは何て読むんですか。秋田焼山の場合にはですね、これまで、はい、活火山だけれど24時間体制の対象でなかったと。でちょっと簡単に調べましたら、はい、一応調べられる範囲ではここ300年間に約9回の小規模な水蒸気噴火はあったものの、大規模な噴火というのは数千年前に起きた霧だと書いてあるんですね。その場合にでもやはり24時間体制というのはどういう理由で必要になるんでしょうか。はい、ここで掲載しております47火山は火山噴火予知連絡会、政府の機関の職員も入っておりますけれども、大半は大学の、有識者です。で、その専門家の観点からですね、過去100年間、おおむね100年間の、活動状況を踏まえて、今後、100年間の間に噴火する可能性があって、常時監視体制を充実強化すべきであるというふうに判断して選んでいただいた火山です。で、火山の場合はですね、しばらく眠っているということは非常に多い話であります。人間のその一生のサイクルに比べて随分長い期間休んでいて噴火するということはそれほど珍しいことではありません。で、当面ですね、この国費をつぎ込んで、噴火に備えるべきということで、むやみやたりに広げるのではなくてですね、今後100年程度で噴火する可能性があって、で見逃さないように出し遅れのないような形で常時監視をやってですね、異常があった場合には的確に火山噴火警報が出せるような体制が必要だというふうに。すごいんですけど、先ほど過去100年ぐらいの様子を見て今後100年を見積もると、さっきおっしゃったのは確かですよね。一番最初に私が申し上げた秋田山は300年で9回の小規模な水蒸気噴火しかなく、大規模な噴火は数千年前にあったと言われているぐらいの記録しかないんですけれども、はい、それともやっぱりその100年間のうちにその噴火する確率が非常に24時間監視をしなきゃいけないほど高いという理解を非専門家の私たちもしなければいけないんでしょうか。これが1点目です。2点目がですね、はい、他国と比較した場合に、例えば装置の値段が高いか安いかとか、火山一つあたりのなんか監視コストが高いか安いかとか、あるいは警報1回あたりのコストが高いか安いかみたいな、何かその費用のベンチマークというのをなさっているか教えてください。はい、まず火山の活動度ですけれども、300年間に9回もあれば十分です。十分に活発と考えております。はい、水蒸気爆発であってもすべきなんですね。はい、そうです。水蒸気爆発といいますとですね、湯気がもやもやと上がるようなイメージを持たれているかもしれませんけれども、その地下で急激に温度が上がって蒸気機関車みたいにですね、一気に爆発する。でそれで山体の土砂が吹き飛ばされるという爆発ですので、これは非常に危険です。それも一番最初なぜそれから調べて、逆に 1,2,3 の一番の危険なところのはずなのに、いくつか24時間監視がなかったものがあったんで、そこから調べ始めたんですけど、じゃあ逆になんでその危険なものが今年まで放置されてるんでしょうか。気象庁が34火山に常時観測火山を拡充していくのに数十年かかりました。最初は数火山でした。でその中で限られた予算の中でですね、補正ではなくて本当に当初予算で1点1点年に大体3点から4点、増強を図ってきて、でようやく34までたどり着いたというところでした。で秋田についてはですね、その次、優先順位としてはその次というふうに考えていました。